やるじゃないか。やばい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 、これちょっとこれ取りやばやばばばんじゃないか、これは無限サンド。いや使ってない、オッケーオッケーオッケー、使ってこないならいいんです、使ってこないならここはちゃんと止めていくよ。無限ザハンド止めてよ、オッケー。これでもう後半30分、試合終了じゃないのか。早く終わって、早く終わって、早く終わって、もういいよもういいよ、もう終わって、終わってってロスタイム長くない、オッケー。さあ勝利、まあギリギリでしたね、 1-0。 でってってん、俺様たちの大勝利、うしっしイシシノシシ、くそ、なんでだよ。急に切れるじゃん、急に切れるじゃんお前。ほい、おいめっちゃ、お緑かワープドライブしたこれ、オーケー。キド、いい試合だったな。ああ、全員よくやったな、お前たちのサッカーへの思い見せてもらったぞ監督。さていよいよ運命の選択をしなきゃなら。お、あの人この前練習を見ていた人だ、なんで監督と一緒に。一体誰が選ばれるんだ、くわー、ドキドキするぜ。強いやつが生き残る、自然界の掟と同じさ。あんたが生き残るかどうかはまだわからないけどね。うっしっしー、もう国内くん。トラマル、一つ聞きたい。この試合お前にもシュートチャンスがあったはずだ、なぜシュートを打たなかった。あそこはお前の決定的なシュートチャンスだったはずだ。あの時は先輩たちがいるのに前に出るべきではないと思いました、失礼します。あいつはまだ本気を出していないな、誰もが代表に選ばれようとアピールしているのに。あいつ、うん、グラウンドで響きの、グラウンドで響きの先行的を、誰目線だこの目的は。響きの先行的、え、急に呼び捨てやん、別によくない、響き監督で急に呼び捨てよお前ら。ってことで今回ここまでにして、次回ですね、響きさんのね、おい、はい、ということで、では今回ここまでにしてね、次回ついに日本代表決まるということで楽しみです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。バイバーイ。